そのクラレーさんの理念、うん、行動指針というものがあると伺いました、はいはい、中でも特にこう社長が大切にされている社員さんと共有している考え方について聞かせていただけますでしょうか。はいはい、まあ、会社の理念としまして5つ項目があるんですが、うん、まあ、これ行動規範なんですね、うん、クラレーマンとして何かあった時にどう判断するかっていうのが、はい、まあ、行動の、まあ、基準になってるんですが、うん、まあ、私もこう何かあった時は理念に照らし合わせてどう判断すべきなのかっていうことで、まあ、そこをまあ確認しているところがあって、まあ、それはすごい大事なところなんですね、うん、でいろんな行動基準があって、はい、ただ最後に1個あるのが、うん、その社員がやっぱり幸せ感を感じて成長をしてほしいっていうことを願っている会社であるっていうのがありまして、うん、はい、そこは一番大事に思ってます、うん、社員さんが自身の成長を感じて、はい、ね、喜び働くという、うん、まあ、企業なんでやっぱり当然利益を出さないと存続できないことなんですけど、うん、はい、ただ単に利益を出すだけだと会社の存在価値っていうのはないかなっていうふうに思ってまして、やっぱりそこで働いてる社員が、はい、まあ、幸せである、うそうないとやっぱり会社ってうーん必要なのかなっていうふうに思いますし、結果それが社会にこう貢献できればいいのかなっていうふうに思ってます。その例えば社員さんがこう成長を感じられるだとか、うん、喜びを感じられるっていうのを味わうために会社としてどういった制度だったり取り組み、うん、工夫されていることはありますか。一つは評価制度で、うん、まあ、その頑張っている社員は評価するっていうのがありますし、はい、うん、あとは会社全体の風土になるかと思うんですが、はい、割と自主性を重んじている会社っていうか、うん、やりたいっていう人にはどんどんやらせるっていうことで、まあ、自由裁量の部分は非常に多いかなと思います。例えば海外でやってる事業、海外っていうか海外の商品を輸入するっていうのが一番うちの中で大きな事業になるんですが、これも社員がですね、まあ、自分で海外に行く工程も組んで、でどういう商品をどういうふうに仕立ててっていうのを全部考えてやっていきますので、ここら辺に関してはもう社長がどうこうっていう範囲じゃないんですね、はい、社員が全部、まあ、お客さんのニーズを聞いてどういうふうにしたらいいのかっていうのを考えてやっていきますし、うん、そういうことで考えるとやってる社員もやっぱ責任感が、うん、まあ、ありますし、うん、まあ、ただその代わりこう喜びも感じられるっていうかですね、自分の持ってるアイテムに関しては、はい、まあ、よほどのことがない限りは、まあ、もう全部任せてっていうかですね、それは買い付けを任せる、買い付けを、はい、まあ、大きな枠で言えば当然そういう縛りっていうのがありますが、うん、はい、その枠の中で会社の方針の中においてはもう担当者が全部考えてっていうことですね、うん、また社員さんはどういったことを考えながら想定しながらこう買い付けを決めたりお客さんとやり取りをする、ニーズっていうのが常に変化しますので、はい、うん、エビ一つ取ってもですね、サイズ大きい小さいとかですね、カットの仕方とかですね、いろんな剥き方とかっていうのもありますし、はい、それとまあ、その中で相場というのは常に変動するんですね、はい、まあ、そうすると相場のリスクもありますし、はい、海外から輸入しますので、うん、為替のリスクとかですね、まあ、いろんなリスクがあるんですけども、最終的にはやっぱりお客さんが納得していただける商品を納得していただける、はい、金額でということで、まあ、そこら辺の組み立てはもうこれを話すと1時間、はい、2時間では終わらないぐらいの感じです、深いですね、はい、なるほど、うん、エビといってもいろんな種類もあるし、はい、カニって言ってもどう加工されたものかとかあるし、はい、 ね、はい、それを社員さんが試行錯誤しながら考えていく、 う、 ね、 うちがまあ海外から持ってきているメインアイテムっていうと、まあ大きく分けると、うん、はい、魚とかカニとかですね、うん、まあ、水産関係、はい、これが一つですね、あと肉、鶏肉とかですね、うん、牛肉とかそういった肉の分野、はい、それと野菜とかっていうところで、はい、まあ、この3つの大きなカテゴリーがあるんですが、うん、それぞれもうその中でもアイテムごとに特性っていうのがありますので、はい、まあ、一概にこういうふうにしたらうまくいくっていうの成功事例がないんでですね、まあ、一人一人がやっぱりよく考えてやってると思います、ね、はい、社員さんは結構責任感がありますよね、プレッシャー大変だと思いますねもうやってることはもう、どういうふうにその現場の社員さんを動機づけしてこう主体的にやってもらうっていう、商売やってる以上は利益を出してっていうのは前提にはなるんですが、まあ、中には相場っていうのはこうコントロールできない部分がありますんで、まあ、うまくいかないこともあるんですね。でその時にうまくいかないことをまあ批判するよりはやっぱりそれぞれが責任を持ってやってるんで、まあ、うまくいった部分をこううまく伸ばしていくっていうかですね、そういうことでやってます。
失敗を咎めるよりも、はい、 うね、うまくいった時に褒めてあげる、うんうん、そうですね、うん、まあ、褒めるのもなかなか難しくって、うん、まあ、うまく褒めれないんですけど、極力そういうふうにやりたいなっていうふうに思ってます、はい、人事評価というのはどのくらいの期間で、はい、半期ごとに評価がありまして、年間で目標を立てて、うん、これはまあ数値目標もそうですし、はい、あとは行動目標とかですね、うん、いろいろありまして、はい、目標に関しても一方的に上から落とすっていうよりは本人の希望とまあ相談しながら作って、で本人が納得できる目標をここに作りまして、でそれを半期ごとに評価するっていう形でやってます。会社から言われたものではなくて自分で立てるというところが非常にユニークなところですかね。まあその方がやっぱりやってる方もこうモチベーションが高まると思うんでですね。それもこの理念の社員さんの成長、喜びを持って働くというところにつながって、はい、うんうん、まあ、これが一番難しい課題なんで、はい、まあ、それをどうやっていくのかなっていうのが非常に難しいところなんですが、それがまあ私の一番大きな仕事かなっていうふうに思ってます、うんうん。